はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつもね、私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日、関西空港から、マニラ経由で、カンボジアプノンペン空港の方に向かいます。はい、もう空港の中ね、関西空港ね、いっぱいのね、人になってますね。かなりね、コロナ前に戻ってきたかなと思います。はい、前回日本帰国編で、マニラ空港がね、今システム変更でトランジット2時間かかったというね、トラブルに巻き込まれました。はい、今回も非常に乗客多いので、このトラブルがまた巻き込まれてね、ワースト1と、世界でワースト1と言われてるね、マニラ空港でまたトラブルあるかもわかりませんけどね、まあ、そのあたりね、皆様にね、お伝えしたいと思います。それでは今からね、出発していきます。関西空港は大幅改装工事で、階段とか、ね、エスカレーターがなくなってね、もう動線が悪くなってどうなるんだろうということをね、前回のチャンネルでもお伝えいたしましたけどね、新しくね、エスカレーターできてるみたいです。まあ、ここでどうなるのかっていうところだと思います。はい、空港内にね、ありました。今日ね、これスーツ着てね、搭乗します。いつもね、半袖半パン、空手 T シャツなんですけども、はい、別に改まってね、飛行機に搭乗する必要なかったんですけどね、もう搭乗するまで、出発するまでギリギリまでね、人と会ったりとか、もう分単位で動いてたんで、全く家に帰って着替える暇がなかったということで、はい、もうこのままスーツ着てね、カンボジアに向かいます。フィリピンでちょっと暑そうですけどね、飛行機なんかちょっと逆にクーラー効きすぎてるんでいいかなという感じしますけどね。このままカットでいきます。はい、エスカレーターに続いてですけど、あとね、大幅に変わったのはね、これコロナ後ですかね、初めてね、これラウンジがね、復活してたのは、これ非常にありがたいですよね。ただし、何もないというね、なんだこれっていう感じですね。これなら、あれ、カードね、ラウンジとそんな変わらないぐらいね、何にも置いてないっていう感じでした。はい、一つね、いいなと思ったのがね、これ、ドリンクの機械がすごく良くなって、カルピスいっぱい種類あるなと思ってやったんですけども、カルピス全然入ってませんでした。全然、カルピス出てないですよ。なんかまだまだね、まあ空港職員ね、いつも言ってますけど、まあかなりね、たるんでるというかね、緩んでるっていうね、イメージが非常にあります。はい、フィリピン空港着きました。はい、これね、大体事情分かってきたんですけどね、ターミナル2からターミナル1、ターミナル同士に移動するのに、もう全然ね、運営ができてないというのがね、これフィリピンですよね。これはっきり言いますが、やっぱりこれ国民性ですよね。はい、もうこういうところがもう全然ね、ここの国ね、もうダメだなと。すいません、私、フィリピンね、トランジットでしか降りたことないんですけども、はい、前回これ2時間かかりました。これ今回もう先言っております。1時間かかりました。はい。ただ単にターミナル、2から1に移動するだけでですね。で、職員もですね、もうみんなに言うことがね、もうバラバラなんですよ。誰も統一ができなくて、ね、まあね、唯一ね、前回と違うのは、まあ水をね、配ってね、まあ、水配れるだけで、だけね、どれだけ待たせるんだろうということですけどもね。はい。ここで驚いたんですけども、荷物がね、これスーツケースがいっぱいで、ね、降りてくるんですけど、どうもね、こうターミナル、2から1に移動するときで、その逆も言えますけども、客のね、このスーツケースをね、バスでね、移動させてるんですよね。信じられない。しかもね、ここで、カバンの中を開けてですけどね、荷物のチェックしてるってね、お前もうむちゃくちゃじゃんっていう感じでね、はい。ほんとなんかね、空港間のね、シャトルバスというよりか、もう観光バスみたいな感覚でこれ運営してるんですよね。これはね、ロス化けとかも絶対あるでしょうね。これ、いつなったら改善するんですかね。こんなことやってるから、人は人、荷物は荷物で分けて移動させればいいのに、荷物と一緒にね、人をね、移動させてるんでね。はい、ここでまたね、点呼を何回も取るんですよね。もうアホかというぐらいね、その間ね、私たち乗客はですね、お前らね、立っとけというような感じでね、ずっとこれ立たされるんですよ。これ立ってるんで、これ今回ね、これ15分ぐらい立たされてたんですけどね。本当ね、こうフィリピンの方ってね、やっぱりあんまりね、相手の目線で物事を考えるってことができないんですかね。まあこれまだ偏見だとかね、差別とか言われてあれなんですけどね、まあ私も現実、もうこの空港の運営見てるに関してはもうそういう感じがしますね。はい、この飛行機好きな人はね、これいいかもわかんないですけど、非常にね、近くでね、この飛行機がこういうふうに運営されてますっていうのが分かっていいですけどね。まあもうこの時点でも1時間ぐらい経ってね。で、またね、ここでね、レントゲンの検査する。いやもう、何回させるんだよって感じでね。これ、2回目になったから。で、ここはなんとかね、何の検査してるか分からないですけどね。はい。で、またね、キャリーバッグなのに、はい。階段を通させるってね。もう全然ね、何も考えてないですよね。
ひどい空港、ひどい、ね、あれだなと思ってですね。で、これでもね、どこに行くか分かんないんでね、で聞いても答えないんですけどね、逆切れするんですね。私はどうのこうの、ああだこうだって言うんですけどもね、いや、例えば結局ね、こう最終的には、私が飛行機乗るゲートのとこまで案内してね、だから私は案内してあげてるから、どうのこうのっていうことを言うんですけど、いや、番号言えば分かるんでね、あのターミナルまで来てるんだからっていうことですけどね、はい、本当こう、まあね、自分の目線で、まあ、皆さん動かれてるなってことで、大変なね、お国柄だなって感じします。はい、ラウンジで、到着、わざわざラウンジまでご案内していただきました。はい、飛行機に乗ってね、もうこのしんどい空港からね、おさらばっていう感じです。はい、プロンペンに着きました。やっぱり、ね、カンボジアの方がね、こういう面ではテキパキしてるんでね、素晴らしい国だと思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新お待ちください。よしばチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆様、See you! はい、フィリピン、空港、航空ね、気をつけましょう、皆様ね。